ハロー、めぐっぺです。さて、現在は曜日にまつわる神話の話を深掘りしています。まあ、曜日は日々の生活でもよく使うものなので、他の単語に比べれば覚えている確率も高いんじゃないかなと思うんですが、意外とその名前がどこから来たのかっていうのは知らなかったりするよね。ということで、まあ、せっかくなのでね、一度ぐらいは深掘りしてみてもいいんじゃないかなということで、現在こうして深掘りしているわけです。はい。ということで、今回も前回に続いて、曜日にまつわる神話話を深掘りしていきたいと思います。少なからず、月曜から日曜日まで7日間あるので、もう一回始めたら、終わりまでやるしかないっていう。まあそういうことですね。早い話がね。はい。で、前回、前々回までに、Monday、Tuesday までは見たので、今回は Wednesday を見ていきたいと思います。はい。いいでしょうか。では、タイトルコール。曜日にまつわる神話のお話。にゃー。はい。ね。今まで特にタイトルコールはしてなかったんですけど、あえてしてみました。はい。みんなの気合を入れるためにね。めぐっぺ自身もね。はい。では、見ていきましょう。はい。今回も、実際に調べながら収録していきたいと思います。チュースデーの時はね、ちょっと下準備してたんですけど、調べれば調べるほど、なんて言うんですかね、情報がボロボロ出てきて、最終的に収録前に混乱するっていうね、思いがけない事態に陥ったので、今回はもう調べながら、随時収録していく方式にしたいと思います。はい、多分その方が安全に進められるような気がします。はい。ではまずですね、Wednesday ね、Wednesday、Can you say it correctly ね、Wednesday ね、Wednesday、アクセントは Wednesday の最初のところに来ますけども、まあ発音よりは綴りの方がややこしいかな、Wednesday、問題なく書けますか？じゃあ皆さん5秒で書いてみてください。書いて。Wednesday、ね、書く暇ないという方は頭の中で思い出してみてください。再生してみて。はい。5、4、3、2、1。ブブー。はい。大丈夫でしょうか？ Wednesday は Wednesday。これで Wednesday。Wednesday。Wednesday ですね。はい。じゃあ、Wednesday の名前の由来をこれから見ていきますよ。Wednesday、ね、Wednesday。まず、ちょっと待って、検索しようかな。Wednesday。チャット GPT。一応チャット GPT にも情報は集めてもらったんですけどね。なんだろうな。チャット GPT でも全部の情報をこうね、ちゃんとすくい上げてくれてるかっていうとそうじゃない時もあるので、まあそれはいかにこう、クエリをね、上手に出すかっていうところにもなるかなと思うんですけども、まずチャット GPT 情報によると、Wednesday は水星の日という意味で、ローマ神話の商業と旅行を司る神であるマーキュリーに由来します。同様に古代ゲルマン人の商業や交易の神であるウォーデンにも関連しています。はい、マーキュリーね。マーキュリーは M-E-R-C-U-R-Y、マーキュリー。で、古代ゲルマン人の商業や
交易の神はウォーデン。ウォーデンは W-O-D-E-N で、ウォーデンですね。はい。まあ、これで、おおよその内容はカバーしてんのかな。ウェンズデイ。ウェンズデイの由来で引こう。ウェンズデイ由来。ウェンズデイの由来は、今ネットフリックスでやってるウェンズデーは今関係ありません。これはホラーですね。これは特に今所望してません。はい、欲してないのでこれは置いときます。それじゃなくてウェンズデーの由来、ウェンズデーの由来はウェンズデーの由来、他のウェンズデーだけに特化したやつって情報ないかな。日本放送さんのホームページにも、曜日の名前の情報がなぜか掲載されているけど、これもウェンズデーは中心的な存在の神様オーディンが由来。オーディンね、はい。ウェンズデーは北欧神話の中でも中心的存在の神オーディンから来ている。オーディンね、さっきのウォーディン、ウォーデンがオーディンにとイコールってことかな。もしかすると音が似てる。あ、このオーディンがウォーデンやウェンデンに変化して最終的にウェンズデイとなったっていうのがあるので、さっきの、チャット GPT 情報の古代ゲルマン人の商業や交易の神であるウォーデン、これがやっぱりオーディンになるってことですかね。とイコールってことかな、関係としては。そうですね、他の情報はあるかな。ウォーデン、これはどうだ、水曜日ウィキペディアですね。今度はウィキペディアですが、ウィキペディア情報によると、ロマン書語ではメルクリウスの日であるが、ウェンズデーのゲルマン書語ではオーディンの日である。オーディンの日。オーディンの日だからウェンズデーってことかな。オーデンズデーがウェンズデーに最終的になったっていう、そういうことですかね。他の内容としては何か出てくるかな。ウェンズデーの語源。今度は、語源のホームページですね。語源のホームページは、古英語のウォーデンズデー、ウォーデンズデー、ウォーデンの日。これがラテン語のダイスマーキュリー。あ、この間の火曜日にも出てきましたね。あれは、マルスの日が火曜日のも一番最初の元になった言葉だったけど、今度これですね。ちょっと待って、これの発音なんて読むのかな。これの発音を聞きたい。これの発音はちょっと待って、これで Google 翻訳で見てみよう。 A 発音、ちょっと音楽一旦止めようか。 A、 ちょっと待って、 A、ダイズメルクリー。ダイズメルクリー。なんかメルカリみたいだね。ダイズメルクリー。これが、ウォーデンの日だね。これがウォーデンの日ってことだね。なるほどね。ウォーデンの日の、これが、ゲルマン語への直訳になった。あ、ゲルマン語、まあ、英語界隈の言語で、ウォーデンズデイになって、ウェンズデイってなったことかな。例として、こうノルス語のオーディンズデー、まあ同じかな、はい、多言語でウォーデンズデー、まあ、いろんな直訳がされていったみたいなんですけど、省略発音は15世紀から記録されている。オーディンに由来する名前はドイツ語では使われていない。なるほど。で、州の真ん中という意味っていうのもあるの。これはゴシック語に影響された結果と思われる。あ、水曜日が日曜日から考えた時に週の真ん中になるってことかな。サンデー、マンデー、チュースデーで、ウェンズデー挟んで、あとトゥースデー、フライデー、サタデーになるってことね。うん、なるほどね。
ゴシック語はギリシャの宣教師から宗教的宗を取り入れた。なるほど。他の情報、あとは最終的に情報として知りたいのはこのオーディンですね。あ、時間がまた迫ってきてる。あとオーディンをもうちょっと知りたいですね。オーディンどこ？オーディンどこ？オーディンね、なんかひげを生やしたすごいなんか渋いおじさんの写真をこの間から目にすることが増えているんですが、オーディンとは時間あるかな？オーディンとは北欧語で、オーディン、北欧神話の最高神、戦いの地の神、ウィキペディア情報のオーディンとしては北欧神話の主神にして戦争と死の神、死分の神でもあり吟遊詩人のパトロンでもある、魔術に長け知識に対し非常に貪欲な神で、自らの目や命を代償に差し出すこともあったということです。なるほどね。はい、いやね、なんかこのオーディンがですね、週の真ん中あたりの曜日には何回か出てきます。はい、確かオーディンの息子と妻もね、曜日の名前に確か使われていたかと思いますので、この後ですね、また出てくるかなというところですね。はい、ということで今回はWednesday の由来の話、Wednesday にまつわる神話の話をチェックしてみました。はい、オーディンね、主神オーディンの名前、ウォーデンズデーになりウェンズデーになったということです。はい、面白かったよという方はぜひいいねしてください。以上、めぐぺでした。またね。